はい、どうも、ウズです。夜中にコツコツ毎晩ソウルハッカーズ2をプレイしてるおじさんです。まだね、コツコツね、1時間程度毎日やってるぐらいなので、14時間ぐらいのプレイ時間なんですけれども、まあ普段私のゲームのお話を聞いてくださってる皆様にとっては、あ、そういうことかってわかりますよね。そうなんですよ。私結構気に入った RPG だと、だいたい1週間ぐらいでね、1週間ぐらいでクリアしちゃってることが多いんですけれども、ソウルハッカーズ2は1週間以上経過してもまだ中盤ぐらいなんですね、ストーリーが。お察しですよ。そういうことですよ。そこまでハマれていない。まあただそんなペースなので、ここらでちょっと中盤ぐらい、中盤ちょっと超えたぐらいかなという状態で、ちょっとこのソウルハッカーズ2の正直な感想っていうのをまたやってみたくて動画にしております。ただ今回先に動画のタイトルになっているペルソナ商法で不評な件っていう話をしたいと思います。先にね。まあ、これはネット記事からのお話みたいになるんですけれども、ソウルハッカーズ2、もちろん2と名前ついてますから元になる作品があったわけです。まあ、それが25年ほど前ですかね、にあったソウルハッカーズ、セガサターンで発売されたものなんです。で、私はこのソウルハッカーズのその電脳都市とダークな雰囲気、そして悪魔たち、それらが重なって、すごくこう、かっこいい雰囲気のソウルハッカーズが大好きで、スプーキーズとかね、ハッカー集団とかすごいかっこよくて、プレイしておりました。そして今作ソウルハッカーズ2はアトラス曰く、メガテン、ペルソナ、それらを継ぐアトラスの次世代 RPG という風に言っていたんですね。そこで当時からのソウルハッカーズを知る人たちは、え？ソウルハッカーズ2なのにソウルハッカーズを継ぐゲームじゃないんだってね、思うわけですよ。で、以前の動画でもちょっと話しましたけれども、その発表の時のアトラスの生配信で、プロデューサーの一人が、あの、ソウルハッカーズ2、もうソウルハッカーズを覚えてるユーザーなんていないでしょっていう発言が出ちゃって。まあ、アトラスとしてはソウルハッカーズ2という名前を付けていながら、元の作品であるソウルハッカーズは、まあ、ガンムシですね。ガンムシで作ったゲームっていうのはこのソウルハッカーズ2になるんですよ。まあ、なので、発売前からかなりネガティブな印象が強くなってしまったソウルハッカーズ2なんですね。そしてソウルハッカーズ2は確かにペルソナよりの、ちょっとこう、ポップなデザインのキャラクター、イメージのゲームとなったわけなんですが、まあ、そもそもアトラス、なんでペルソナ寄りにこれをしたのかっていうところ、ペルソナシリーズが人気で売れる作品だからですね。まあ、というのも、まあ、ここ最近だとスチーム版かな？最近でもないか。あの、ペルソナ4、ザ・ゴールデンっていうタイトルが出されて、まあ、これスチーム版だけでも100万本ヒットしてますし、まあ、そもそもペルソナ5も人気で、ペルソナシリーズはシリーズ全体累計としては1500万本以上売り上げている。めちゃくちゃアトラスの看板タイトルなんですね。なので、利益を優先すると、やはり新規のゲームとしては、ペルソナ寄りに持ってった方が儲かるので、まあ、そっちにソウルハッカーズ2をシフトさせたっていう状態になります。まあ、結果、すごく中途半端なペルソナ寄りのゲームができてしまったっていうのが、現状のソウルハッカーズ2じゃないかなと思います。はい。で、ここからは私の話。あの、ソウルハッカーズ2を中盤ちょっと先までね、プレイしてみてどう感じたのか。まあ、いいところと悪いところ。まあ、悪いところの方が多いんですけど、ちょっとその話をまとめた形で伝えたいと思います。まず一番悪く感じたのはダンジョンです。これもう最悪ですね。もうともかく殺風景で変化のないダンジョンを長々と攻略していかなきゃいけない。無駄に広いんですよ。まあ、特にその見栄えも変わらないダンジョンをイベントも少ないし、宝箱とかそういったものも今回ないので、自分がこうダンジョン突入時に派遣した悪魔たち、それらが見つけるアイテムや悪魔を仲間にするっていうだけで、すごくね退屈なんですよね、ダンジョンが。で、戦闘に関しては褒めてる方もいるんですけれども、まあやっぱりその古典的なコマンド式の戦闘になっていて、さらに敵の弱点をついてその後の追加攻撃、サバトの威力を上げるっていうのが基本の流れになるんですが、これがなんかちょっと面白くないというか、あまりも盛り上がらない。ずっと同じこと繰り返してるんで。まあそんなところがありますね。まあこれだったら素直にメガテンシリーズのプレスタンバトルそのままでよかったんじゃないかなって思っちゃいますよね。まあこれ自体も飽きられてるんですけど、やっぱまあこっちの方が面白いし。で、物語が進んでいくと、まあやれるアクション的なものは増えてはいくんですが、その種類も別に多いわけじゃなくて、あまり見栄えも変わらないし、戦闘もそんな面白くない、ごく普通の戦闘ですね。コマンド形式のごく普通の戦闘。で、敵にこっちの弱点つかれてもリスクが少ないので緊張感もないし。戦闘も面白くはないね。
で、ストーリーも同じようにごく普通の無難なストーリーです。まあむしろちょっとこじつけ的なものもあるんですけど、メガテンやペルソナみたいなちょっと盛り上がるところがあるわけでもなく、まあ淡々と、物語進行していくなっていう雰囲気の、形で、まあ、敵もあんま魅力的じゃないしね。鉄仮面ってなんかライバル的なね、なんか敵が出てくるんですけど、まあ最後はわかんないですけどね、中盤まではライバル的な鉄仮面っているんですけど、まああんま魅力的じゃないかなって、キャラ的に。はい、ストーリー全くつまらないわけじゃないんですけど、普通です。もうともかくソウルハッカーズ2はなんか全ての普通のことを普通にやってるゲーム、それでいてダンジョンがつまらない、やばいじゃないかやばいんですよ。夜中ねプレイしてて、たまにもう今日ここまででいいやってすぐなっちゃうんで、もう飽きちゃって。はい、てな感じでソウルハッカーズ2、私序盤の感想では59点という点数を個人的にね評価つけたんですけれども、今回中盤ちょっと先までやった状態での個人評価、47点ですだいぶ下がったな。はい、普通よりちょっと下ぐらいの、はい、RPG だと思います、ソウルハッカーズ2。ですので、このソウルハッカーズ2ちょっと気になってる方もいらっしゃるみたいなんですけど、私としてはおすすめはしないです。ただお金と時間に余裕がある方でしたら、ぜひプレイしてみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、全くダメなゲームじゃないからね。私自身もこの後、しっかり最後まではその夜のね生配信を通しながらやり抜こうと思ってますのでちょっと使命感、作業感、そんな感じになっちゃうけど、はい、それで最後まではちょっとやろうかなと思ってますので、まあ、気になる方は実際にプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、私はおすすめしません。あ、そうだ、いいところっていう話を忘れちゃうところでしたね。はい、いいところとしてはあるんですよ、ちゃんと。このソウルハッカー2、結構悪魔のデザイン、モデリングがすごく丁寧にされていて、まあ悪魔合体自体は楽しいので、それやった時に出てくるキャラクター、まあ悪魔がすごく可愛かったりかっこよかったり、悪魔を眺めるところとしてはすごい楽しいかなって、悪魔合体がね、だから通して楽しいかなっていうところが、楽しめる要素の一つですね。まあ従来からね、メガテンシリーズ、ペルソナシリーズ、悪魔合体は楽しいんですけど、まあ今作は今作のその魅力、独特な魅力っていうのはあると思います、十分。あとはスキル関係、戦闘が楽しいとは思えないんですが、ただそれを準備する段階はなぜかこのソウルハッカーズ2楽しいんですよ。そのスキル枠にね、自分で選択してこう継承していくところとか、まあそもそもがプレイヤーキャラクターが4人しかメンバーいないので、その4人にどういった悪魔を相性的なものがあってね、つなげてつけていくのかっていう、そういったのを考えるのはソウルハッカーズ2、まあ無難に楽しめるようになってますので、まあこのあたりがいいところと感じるとこですかね。はい、いいとこ以上。こんな感じで普段からゲームが大好きなので、ゲームを実際プレイしてその感想を言ったり、プレステ5とかね、そういうゲーム機本体の話をしたりっていうのをよくやってるチャンネルなので、ゲーム好きな方はぜひ高評価、チャンネル登録していただけるとありがたいです。その他いろいろガジェット、カメラ関係の製品紹介なども行ってますので、もろもろ含めて、また見ていただけるとありがたいです。今回の話はここまで。ではまた別の動画で、バイバイ。で、昨夜物語の中盤来たところからプレイをノーマルプレイからイージープレイに変えました。そしたら結構ねサクサク進むようになって、なんかね、ゲームの見え方、その評価が少し変わるかもしれないですね。なんかサクサク進めばいい形で終わる気もする。まあそれもどうなのかっていうところはありますけどね。はい、まあそんな感じで最後までしっかりやっていきたいと思います。